ウンブリアバレーは、イタリアサンジュスティーノを本拠地としていた、男子バレーボールクラブチーム。通称は、サンジュスティーノ。2010年までペルージャを本拠地とし、ペルージャバレーの名称で活動していた。スポンサー名込みの総称及び、通称2001年、ペルージャバレー創設。同じペルージャ地域で活動していた、エーストラジメーのバレーの A に昇格の権利を引き継ぎ、セリエ A2A 参入した。 翌2002年に AA にプレイオフに勝利し、セリエ A1 へ昇格した。A1 昇格3年目の2005年にレギュラーシーズンを4位で終え、初のプレイオフファイナル進出を果たしたが、3連覇を狙うトレビーゾに敗れ、準優勝に終わった。2010年、チャレンジカップファイナルで、クロアチアのハウック・ムラドスト・ザグレブをストレートで破り、初優勝。同年産、ジュスティーヌに、 本拠地を移転、ウンブリアバレーへ解消。2012年、次シーズンのセリエ A 一の再登録をしないことを発表。クラブは、アルトテーベルバレーに買収され、アルトテーベルサンジュスティーノへと引き継がれた。ありがとうございます。